やるか、名作バイオハザード4のリメイク版ってことですけど、バイオハザード1から3では3作品も使って丁寧にラクーンシティが破壊されたわけですけど、まあ4では舞台がそこから一気に6年後に移ってるという感じみたいですね。じゃあ始めるけど、難易度はまあナイトメアベリーハードことスタンダードで行かせてもらいましょう。でも作中で6年も経ってんだから、今までの常識は通用しないってことだよね。場所もラクーンシティじゃないし。どういう状態？あ、なんかこういうカルト教団的なのが相手だったりすんだっけ。原作やったことないんですけど、まあ有名作品だからうっすら知ってたりしますよね。お姉さん歯並びいいですね。あ、なんか生贄的な感じだったのかな、今の歯並び綺麗なお姉さんは。1998年9月30日、はあ、忘れられない日だ。それラクーンシティ壊滅の日でしょう。警官としての俺が死んだ日。これ語ってんのはレオンだね。流出させた生物兵器によってあの夜ラクーンシティは崩壊した。バイオハザード2の話だ。俺は惨劇をどうにか生き延びた。救うべき多くの人を置き去りにして、政府の特務機関からの誘いを受けたのはラクーン事件の直後だった。俺に選択肢はなかった。政府の特務機関。長く厳しい訓練と過酷な任務。ああ、なんかあの後スカウトされたんだ。望むところだった。当時は新人警官だったけど。あの夜を、後悔を、少しでも忘れられるなら。ああ、マービン。俺は救えるんだろうか。そうか、助けられなかった人たちもいるもんな。今度こそ。後悔してるわけだ。しかし変わってねえな。6年で髪型も変わってねえじゃん。同じ美容師に切ってもらってんじゃん。ん？なあ、教えてくれよ。こんな山奥に何しに来た？今の写真は？面白いもんなんかねえぜ。まあただの迷子探しだ。ああ。その迷子はビップかなんかか？今の写真の人を探してるんだ。所長直々の命令だ。あんたを手伝えとさ。それでこんな時間に3人でピクニックってわけだ。最高だろ。楽しそう。でもこいつらのどうせ死ぬ感すごいな。ここだけの話なんだが、秘密を教えてやる。何を？この森では遭難者が後を絶たない、いわゆる神隠しってやつだ。それ人事じゃねえからな。お前らもなら迷子探しは慣れたもんだな。お前らもどうせ死ぬんだから。先週もハイカーの捜索があったばかりだ。はあ。心強いな、今回も頼む。あ、さっきの写真の人をこんな山奥まで探しに来てんの？何の情報をもとにここに来てんの？まず着いたぞ、この辺だ。はい、ありがとうね。ちょっと待っててくれ、すぐ戻る。あ、おい、すぐ戻るんだろうな、本当に。おい、死ぬなよ。ケフリオ。ん？ダースベビドルバーランタロ。さあ。あ、え、なんか違う言語も使うのか。まあラクーンシティから遠く離れた場所ってことだよね。あ、なんかこの人たちはナチュラルに2つの言語使うんだね。レオンが普段使う言語と違う言語を使ってんのかな。普段はテトリコ。お前タチションしに来たのかよ。ふざけんなよ。何しに来たのかと思ったら。やる気やない。あれ、死ななかった。絶対タチション中に死ぬと思ったのに。今タチション中に丸出しで死ぬことは回避しましたね。で、お、戻ってくんのか、あいつ。すぐ戻るって言ってたけど。どうしたんだ？えらい遅いな。帰ってきてねえじゃねえか。悪いんだが、ちょっと見てきてもらえないか。俺っすか。二人で行きゃいいじゃん。っていうかお前が行け。
俺は車を見張っとく。中金取られたくないしな。中金取る側だろうがお前らは。だから信用できねえんだよ警官は。レオンもちょっと前まで警官だったけど、いやこれでもう一人行動か。え、こんなんもう残ってたやつも死ぬんじゃないのあいつ。チャプター1なあ、一緒に行こうぜ。やっぱり、あ、戻れる。一緒に行こうよ。警官を探す、さっきのタッチションポリスを探すんだよな。お前なんか寝てねえか。ふざけんなよ。何一休みしてんだ。じゃあもうこいつはほっとくしかないのね。警官を探す。あ、走れるね。走ることはできるけど、あ、まだ銃構えたりとかはできないのか。ってことはいきなり襲われるとかないよね。まだこっちも武器使えないんだし、構えられないだけで持ってはいるよね。ああ、腰に銃ぶら下げてるもんな。で、なんだ、どちら、あっちかな、道続いてんのは。まあ、なんか、ああ、ここ通れないのか、有刺鉄線で。獣の声みたいなの聞こえるけど、どこ行きやがった、タッチションポリス。あ、はいはい、スティック押し込み、または、あ、R1 でも走れるんだ。どこまで行ったんだ。走って、道は一本道だな。ん？あ、なにこれ、鹿さん？いや、アップの意味。このアップの意味なんかあんのか？いや、かわいそうに。はぁ、誰がやったんだ？ラクーンシティではないけど、やっぱり T ウイルスの影響って各地で起きてたりすんのかな？しゃがむ、あ、しゃがんでこれをくぐる。まあ、さっきの教団みたいなのもなんかあったけど、なんか大統領の娘とかなんじゃなかったっけ、さっきの探してる写真の女の子って。で、これ入っていいのか。小屋、お邪魔しますよ。タッチションポリスいんのか。これ入っていいのか。勝手に他に行く場所なさそうだよな。あ、でも薪なんか切っちゃって生活感はあるね。誰かは住んでるよな、この様子だと。お邪魔します。誰かいます。タッチションポリス入っていいか。もうあのタッチションポリスの名前も知らねえよ。あいつどこ行きやがった。んこれは、あな、あ、後ろ調べられる。粗雑なチャーム、裁きは来たれるって書いてあんのか。チャーム、あ、そのなんかさっきのオープニングの教団みたいなのが関係あるんじゃないの。なんかそういう感じするような、何かを信仰してるような、そういう雰囲気が見て取れるけど、別に何も落ちてない。いまだに銃とかは構えられないね。じゃあ別の場所探そうか。あ、ポリス、こっちかな。走っていっちゃおう。この扉は、あ、開かない。鍵が必要かな。お邪魔します。どなたかいませんか。タッチションポリス、この家でトイレ借りてんのか。あ、でもなんか火ついてんじゃん。火ついてるってことは、人、え、何、うわっ、おし、え、な、え、いや、もうなんか様子普通じゃないよな。勝手に入ってすまない。ごめんね、お邪魔しております。自分レオン言いますけど、友達探してるんですよ。ボスはウンポルシア。あ、ビラキ、向こうの言語に合わせたけど返事はない。でも今までラクーンシティで見てきた感染者とも違うよな。もっとアホっぽかったもんね、ラクーンシティでの T ウイルスの感染者は。それタッチションポリスちゃうん。おい、血ついてる。はい、後ろ。よく反応できたな。さすが厳しい訓練を乗り越えただけあるぜ。うお、すげえ訓練の成果だ。え、殺した？レオン、自首しようや。
今の誰の声だ。何が起きてる。ポリスの声じゃねえだろうな。ん、鍵、あ、鍵、さっきのとこの鍵か。漁師小屋の鍵手に入れました。いや、あんな回し蹴り一発で首の骨折ったの。あ、銃構えられるようになってる。こっからはもう襲われる可能性あるってことだよな。いや、やっぱ普通の感じじゃないよな。いや、もうなんか体鍛えすぎて力の加減を知らないモンスターみたいになっちゃってんじゃんねよ。あんな首の骨、え、あ、何これ、何煮込んでんの。ひどい匂いだ。ちょっとお腹すいたな、もらってこうぜ。食べれないのか。で、あ、さっきなんかあれ拾ったんだよな、さっきのタチションポリスの警官の。いや、もうアップの意味なんなん。え、これ何、猿か何か。でもこの部屋、あ、これか、さっき見たの。あー、タシオンポリスだな。彼の警察手帳だ。国家警察、マリオ・フェルナンデス・カスタニオ巡査。まあ、この名前聞くこと二度とないんだろうな。覚える必要ないんでしょうね、別にこいつの名前。置いてくのかよ。拾ってってあげようよ。置いてくつもりなの、レオン、これ。手帳見つけて。じゃあ、この部屋はもう何もないのか。さっき、鍵手に入れたから、うん、そこ開けられるってことだよね。でももう銃構えられるようになったから、こっから先は油断できねえってわけだ。あ、ライトつけてもらって、はい、そっち降りれますね。いや、なんかやっぱそうなんだな、さっきのオープニングの教団と関係あんだな、この感じは。明らかに何かを進行してるもんね。だからそうだよな、なんか完全に知能のないゾンビ化したラクーンシティの T ウイルスとは違う雰囲気あるよね。え、あ、なんだ、ネズミか、かわいい。特に何も落ちてない。ここ入りますよ。お邪魔します。ポリス、タチション、なんだっけ名前、もう名前忘れたわ。マリオ、マリオ巡査って書いてあった気がする。ん？おい、マリオ、マリオかどうかもわかんねえや、もう。でも多分あいつだよな。どうした？ん？あ、無線繋がってんのは車に乗ってたあいつか。終わったわ。車に乗ってたあいつも終わったわ。車とかも壊されてたりすんのかな。だとしたらもう帰れないもんね。小屋から脱出するが目的なのか今。あ、いやいや、アップの意味っていうか、え、ポリス拳銃持ってたりしないの？取られたか。弾とかもらえたかもしれないのに、銃持ってたら。っていうか今なんか構える撃つみたいな出たな、チュートリアルの。ってことはもうこっからよ。目標が小屋からの脱出だったし、簡単には脱出できないってことじゃないの。とりあえず帰っていいのか。あ、マップ開けるようになってる。道に迷ったらマップ画面で現在地と目的地を確認できる。で、まあここ他に行ける場所がないので、じゃあ階段上に上がって小屋から脱出する。なんか俺、あ、さっきのおじさんじゃないの。嘘、やべえ、全然当たんねえ。いやー、死んじゃうかもしれない。叫んだこいつ、首の骨折ったでしょうが。ダメだって、首折った。ああ、終わる。ちょっと待ってください、これナイフグサグサ刺して大丈夫。あ、倒したか。ナイフって、あ、L1 でナイフ構えられる。へい、アタッシュケースを開く。で、あ、そうだ、バイオハザード4の特徴だよねこれ。いや、もうなんか2回も今捕まっちゃったわ、こんな最初の敵で。でも首曲がってるから頭狙いづらくてさ、さっきあれ首曲がってたから、レオンが蹴ったやつだよね。力の加減を知らないモンスターと化したレオンが。で、まあハーブや救急スプレーで回復っていうのは知ってますけど、このアタッシュケースに持ち物をね、こうか、こうやって組み合わせて詰めていくっていうの、これ作品の特徴の一つだよね。うわ、ナイフ耐久度あんじゃん。ゲージあるわ。ナイフ使い放題じゃないんだね。
だから掴みかかられた時はさっきみたいにナイフで刺して反撃できるけど、その分消費しちゃうんだ耐久度。やっちまったな。で、いや弾も5発しかねえじゃん、もっと持ってこいよ。弾もっと支給されないの、政府の特務機関って。やっぱどこも苦しいんですね、財政が。で、これ上上がってきましたけど、でもなんかまだ声する。今通過してったな。あ、でもそこの右の扉はさっきまでは開いてなかったんじゃん。うわ、なんか音する。いや弾5発しかないからな、もうさっさと上上がろうか。ここ階段で上に上がれて、なんか落ちてない？まあなんか落ちてる感じでもないか。まだ失礼します。えらい目にあったぜ、いきなり。もう普通じゃないね、ここ山奥だけど。一応なんだろう、集落みたいな感じで人は住んでるのかな。ん？その写真は？ HQ、こちらコンドルワン。コンドルワン、状況は？何、コードネーム的な？大統領の娘はこの村にいる可能性が。お前コンドルワンなの？あ、大統領の娘。いいニュースだわ、さすがね。そうだな、やっぱり大統領の娘を探しに来たんだ。ありそうだ、誘導を頼む。ほう、了解。付近の情報を調べる。急いでくれ。何が起きたかわからないが、この村はまともじゃない。やばいやばい、来てるぞコンドルワン。おいコンドルワン、どうする？悪いな、また後で。弾5発しかねえんだぞ。なんでもっと弾持ってこなかったんだよ、ふざけんなよ。レオンの準備次第でこっちの難易度にも関わる。危ねえ。うわ、かっこいい。飛び降りたけど追いかけてこない。やっぱちょっと知性あるな。ラクーンシティで見てきた感染者と全然違うわ。ラクーンシティで見てきた T ウイルスの感染者だったら、この窓多分乗り越えてドサッて下に落ちるもんね。構わずレオンに直線的に向かってくるというか。もう後戻りできなくなったので、あ、ここもう一本道だね。まっすぐ進んでいけばいいのか。じゃあ進んでいくけど、弾くれや。5発しかねえんだぞ。じゃあ進んでいこう。うわ、吊り橋怖ー。ここにも血痕残ってるし。血痕残ってるってことは、なんか誰か引きずられてったりしたのかな。でも、あ、そうか、そうだ、タッションポリスは荒野で死んでたけど、車に乗ってた方のポリスもなあ、やばそうだったから、あいつ連れてこられてるんちゃうん。カラスがいます。まっすぐだよね、マップ的には一本道だったので。でもなんか落ちてそうだぜ。おい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 、あ、やった、弾。蹴りに自信持ってんな。蹴りに絶対の自信持ってんじゃん。ここ負けられる？お邪魔します。誰もいないよね。よしよし、あ、ありがたいありがたい。よいしょ。うわ、蹴りに自信持ってる。で、これセーブポイントだよな、タイプライター。セーブ一応しとくか。タイプライターでゲーム進捗をセーブできる。で、また装備入れ替えメニューで持ち歩く武器の入れ替えができる。あ、なるほどなるほど。あ、要するにいらない武器はここに預けていけるってことね。で、入れ替えをしていけと。まあ最初なのでセーブだけでいいかな。で、あれ、こっち順路で合ってた？適当に入ってきたんだけど。あ、別にこの周りなんもないのか。じゃあこの先進んでいいのか。お邪魔します。今レオンはあれだよね、その大統領の娘の情報を求めて湖に向かいつつ、もう一人の警官を探してあげようっていう意思はあんのかな、一応。で、あ、リロードできる。リロードして、うわー、かわいそうに大神。なんか声聞こえた今。なんかヘッドホンだとちゃんと声がする方向がわかるな。今右の方から声がした。お、ラッキー。おわ、ラッキー。あんのかの弾。右の方、あっちの方から声がした気がする。ここまっすぐだな。
とぜ。ここはしゃがんでいける。いや、ちょっとこれ警戒いるかも。あ、でも声しなくなったな。どっか行ったか。あ、ここにもなんかある。必ず蹴りで壊すじゃん。さて、とりあえずまあ、いや、でもやっぱ声する。ん？あ、いる！嫌がるぜ！すげえ突っ込んでくんじゃん！マジかよ！あ、これ知ってる！うわ、うわ、もう一人いた！アップで！そう、バイオハザード昔なんかの動画でね、4を見たりして、うっすらだけ知ってたりするんだけど、やっぱ今作のレオンは、以前と違って鍛えてるので、ああやって、おお、なんだなんだなんだ、これ、刺せ、それー、今、なかなか出なかった、危ねえ。そうなの、ひるんだ相手に対して体術で追い打ちかけるっていうの、いやー、なんかちょっと予備知識あって助かった。できるんすよ、それで弾の節約ができるって感じだよね、それがうまく発動させられれば。だからどうだろう、なんか敵の動きも速く、うわー痛い、なにそれ、足ちぎれちゃうよ、獣用の、いやもう大ポカかましたな、政府のエージェントにしては。あ、足大丈夫、今の普通に歩いてるけど、獣用でしょ、足ちぎれちゃうよあんなの。今声したな、またその小屋とかにいるか。あ、なんか動いてんな。あ、これもうこっから撃てるんじゃないの。へい、いや、どうだ、あんま良くないか、出てくるな。一応頭狙い、うえ、なになに、なんか投げてきた。頭狙える場面では狙いたいけど、ヘッドショットにそんなにこだわらなくてもいいのかな。さっきの体術みたいなのもあるから。いやー、どうにか倒しましたが。あ、弾ありがたいね、弾ありがたいよ。先行手榴弾、おほう、敵に囲まれた時にひるますのにいいのかな。武器の切り替えは、あ、ハーブ赤、武器の切り替えは十字キー。あ、なるほどね、はい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 。とっさにこれ切り替えられるかな、怪しいもんだぜ。ちょっとはでもどこから現れるかわかんねえな、やばい、もうこっから警戒できないぞ。あ、なんか扉、お邪魔します。おもー、さて、あ、どうした、なんだ、首かよ、ビビらすな。で、お、あ、人がいるぜ、たくさん。こいつらもあれだよな、襲ってくるやつらだよな、あの動き。これ何、あ、まずは様子を見ろと。ズームして、おい、あの警官じゃねえのか、吊るされてんの、吊るされてるというか、ああ終わったわ、もう無理、なんてことを、なんてことを、やっぱあいつここに連れてこられたのか、車でとっ捕まえられて、でわざわざここまで連れてきたんだね。いや、どういう、なんだろう、行動パターンなのか、もうちょっと観察いるよな。え、これ何、真ん中行かなきゃダメ、マップ、あ、横に道がある、こっちから回り込んでった方が賢そうだな、あそこ突っ込むよりは。うわ、やばそうな匂いがしてきたぜ。ちょっと待って、これ今どこを目的地と したらいい、こっち、あっちか、ここに抜けていくのをイメージしたらいい、中央広場は避けて、人がたくさんいる。いや、でもどうせどっかにいるんだろうな。ハーブはいただいておきます。そら、さっき赤いハーブ手に入れたけど、組み合わせたらいいハーブになるんだよね。で、あ、なんか一個飛ばしちゃった。武器のショートカット登録、あ、好きな場所に登録できるんだ。はい、わかりました。いや、まあそれはいいとしてですよ。どうしよう、うわー、そこやっぱ人いるよな、たくさん。あ、でもなんか頑張ればこの家とか入れそう。入る？いや、でも怖いな、中にいたらどうしよう。うわ、いるけど、これやれるんじゃない？
完全に後ろ向いてるし、銃だと銃声で気づかれるから、ほら行けー、しゃー、ま、いや、いらんアクション、え、やるしかないか、やるしかないの、あ、ちょっと今の無駄なバックドロップで気づかれたんじゃねえのか、襲撃、うわー、いる、襲撃耐えるって何、え、耐えなきゃダメ、ちょ、一旦そこ入ろうか、うわー、こんにちは、すいません、お邪魔しておりますね、ほんと言います、ちょっと、よし、入ろう、入って、なんか拾えるもんねえか、鍵ねえよ、そんなもん、あ、え、な、なすか今、え、え、そっから出てきたの、え、ちょっと待ってください、あ、終わったかもしれない、あー、成功手榴弾の出番だ、あ、ちょ、成功手榴弾、成功手榴弾だ、シューで、あ、今メレーって出たな、よし、かましといて出よ、よし、よし、よし、早々に使っちまった先行手榴弾、不要に建物入っちゃダメか、ちょっと待って、これ襲撃耐えるって、あ、もうここも帰り道、ここ通れなくなってんな、赤くなっててマップ、文字通り耐えればいいのか、全滅させなきゃいけないわけじゃないんだよね、必ずしも、ちょっとどうしよう、どこにも人いるじゃない、どこ通っても、いやー、どこ通っても人来るじゃない、ちょっと待って、ひるますよ、わー、ダメだー、ナイフの耐久度が終わる、あれもうフラフラ、もしかしてレオンさん、おい、ちょっと前、あの訓練の日々は何だったんだよ、これ赤と緑のハーブ組み合わせたら強強ハーブになるっていうのはいつも通りだよね、あ、で画面右下のあれ体力か、カスカスじゃもうやべえぞ、どうしようとりあえずこの粉にしたハーブを鼻から吸引して、はい、回復、体力は回復しました、どっかなんか籠城できそうな建物とかないかな、そこ入れる、すいません、お邪魔します、ちょ、間違えました、間違えました、ちょなんかそういう場所ないの、そこどう、入れレオン、お、あ、なんか演出入った、よし、よっしゃ、かん抜きでとりあえずこれで時間稼げる、さあこれからどうしよう、ん、おい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 、そんな道具も使えんの、おい、嘘だろ、冗談きついぜ、は、なに、あ、今上ではしごかけられたな、ちょっと待て、日頃の行いだな、日頃の行いですか、お、あ、なんか調べられる、よし、あ、それ何、いい銃じゃないの、破片手榴弾、あ、手榴弾いいっすね、そうだな、多数の敵に囲まれた時に同時に蹴散らすのに使う手榴弾で、これは、え、こんなとこでショットガン手に入んの、ショットガン手に入ります、こいつはいいぜ、で、あ、はしご、さっきのやつ、ちょっと待って、うわー来ちゃった、うわー遅いよレオン、今はしご倒しても、あー死んじゃう、やばい、ナイフ壊れちゃった、ナイフ壊れちゃったよ、早くも、やべ、うわー、ちょっとこれやり直して、最初からこんなことになるとはな、え、ちょっと待って、このはしごももしかして、あ、あ、切り落とせるね、少なくともそっから上がってくんのは防げるけど、いや、こいつらどうしよっかな、ちょっと待って、どうしよう、どうしよう、どうしよう、一旦、え、これ降りれないの、あ、降りれた、よかった、いった、いや、そんなに籠城できなかったな、でも敵、あ、なんか調べられる、あ、なんだ、ちょっと待って、ま、高所の穴ってなってるけど、まあこれ今気にしちゃダメなのか、卵とか何この、あ、あー、どうしようかな、いやー、ちょっと、うわー、ちょっとたびたびマップ開いちゃって申し訳ないけど、とりあえずいろんなとこ行ってみよう、あ、こことかも入れるかもしれないし、あ、なんかあんじゃないの、手榴弾とかがあれば、あ、大したもん拾えなかったな今、あ、まずいぞ、ちょっと待って、ショットガン、ショットガン、ショットガン使おう、あ、ショットガンどれ、ショットガン、ショットガンあった、ほら行け、ほら、え、すっごい来るじゃん、ちょっと待って、あ、ほら行け、え、お、うわ、いや、ボコボコにされちゃった、あ、絶対に死んでる、なんかもうめちゃくちゃでよくわかんないけど絶対死んでるよ、生きてー、いきなりこんなんなの、まだ始まったばかりでは、今のはちょっと初見厳しいんじゃないの、でここでハーブ拾います、でも2回目の俺は違うぜ、そこの家見つかってなければ
入れるな。で、なんかそこのクローゼットから飛び出してきたりしたよな、さっき。でも、うん、未発見状態ならいいぞいいぞ。あ、余計な音立てんな。アイテム拾える素材 S、 なんすかそれ。あれ、なんか樽から出てくるアイテムって毎回違ったりする。さっき素材 S なんて拾ってないよな。あ、でここは鍵かかってる。あれ、でも大した収穫なかったな。一旦出ましょう。一旦出て、で、そこの裏で後ろ向きのお姉さん、いや、そうだよ、ここでレオンが無駄なバックドロップ決めたことによって気づかれたじゃん、騒音立てて。それさえなければもうちょっといけたんだって。で、ナイフでやるしかないか。やるしかないの？え、見つかったりした？やるしかないことある？今、うわ、来てる、ぶん殴られました。ちょっと待って、レオン、まずいぞ。あ、でもあの建物には入った方がいい。あのイベントシーンがあった場所、チェーンソー男が出てきたりさ、そういう演出があったので、この建物は絶対に入るべき。よし、ショットガン手に入るしね。これはマストなんじゃないのか、ショットガンと手榴弾手に入るんだから。で、ここのイベントシーンって、あ、スキップできるね。イベントスキップして、で、速やかに2階に上がって、ショットガンとか取る前にはしご倒しとこう。さっきここから上がられちゃったから、ショットガン倒して、他になんもない。あ、なんかあんじゃん、ショット、おお、ショットガンで弾助かる。で、この2つを手に入れる。あ、ショットガンの弾手に入れたことによってショットガン使いやすくなったかな、少しは。あ、で、下でウィーンってなってるから、あ、うわ、開けられてる。チェーンソー男が扉、あ、開けてきた、今来てたな。あ、うん、通りますよ、レオンさんが、すいませんね。で、ここのはしごも一応倒しとくか。いや、でもすぐそこにいるもんな、すぐそこにいるもんな。ちょ、これ降りるしかないじゃない。どうしよう、どこ行こう。結局どこ行くか決めてないんだよな。で、ここの家はさっき入ったら、なんか、うわー、こんにちは、やれレオン。おい、もうフラフラじゃないですか。やっとこう。クラフトしてハーブを鼻から吸引します。どっか籠城できる場所があればいいんだけど、うわー、そこにおんの、チェーンソー男。え、あいつ一人だよな、なんか先回りされてたか。あ、ここ窓から入ったらなんかいいんじゃないの。いいぞ、アイテム速やかに拾って。あ、手榴弾助かるな、手榴弾。で、ここって敵いるんだっけ今。うわ、すっごいいる、ちょっと待って、手榴弾、うわー、よーし、なんか手榴弾で自分もダメージ受けたりしなかった今。あ、ちょ、おい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 、囲まれちょるか。いいぞ、やめよう。あ、今死んだと思ったわ絶対死んだと確信して黙っちゃったじゃん。で、なんかもう一個救急スプレーあったよな。救スプ吸引して、あ、なんかそこ入れる。いや、なんか危ない気がする、こういう狭い場所。あ、でも上上がれんじゃん、行って、よいしょ。で、あ、ハーブ手に入れて、これなんか飛び降りるとかできないのかな、下が。おい、あ、終わったか、これ終わりか、これ終わりか。ちょ、あー、出れた、よかった、どうにか脱出できたぜ。で、さっきの、今の何、さっきの家にもう一回入って、ここ時間稼げるな、この階段の上り下りで。はしご倒したりはしたから、なんかそこのはしごもこれ倒せんじゃないの、これ倒していいぞ。あれ、残念だったな、これは時間稼げる。で、ここの窓からしか来れないんじゃないの、今はしご落としてるから、ここしか経路がないぞ。はい、上がってこいよ、いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。お、下にすっごい群がってる、あそこに投げてえな、手榴弾。はい、待て、ちょっと投げ込んでみようかな、あそこに手榴弾、楽しそうだから。よいしょ、くれてやるよ、くれてやる。あ、うわー、もう来てた、おら、うわ、近づかれる、こんだけ近づかれたらショットガンよ。よし、いいんじゃないの。で、後ろにいる、あれ、あ、はしご、あ、はしごかけ直したりするのか、こいつは。もしかして、せっかくはしご倒しても、あ、できるできるできる、メレー、メレーってなんだよ今更だけど、体術って意味かな。あ、は、何、あ、
なんだ、え、終わり、終わったのか、耐え切ったー。なんか一つの意思によって誘導されてるのかな、鐘の音聞いたら祈りの時間みたいなのがあるのかな、全員集合しなきゃいけない。チェンソー男も行った、なんじゃこりゃ。いやもう全員蹴り飛ばそうぜレオン、攻撃してこないんならさ、ご自慢のキックでやってくれたなっつって。あのチェンソー男は倒す手段あったりすんのかな、なんかギミックとか使って。いやでもここはこれでいいんだよな、どうにか耐え切った。やっぱ全滅させんのはあれ現実的じゃないもんな、あの人数あの弾の数でどんどん湧いてくるし。いやこの村で探さなきゃいけないんでしょ大統領の娘。どうなってるんだ、どうなってやがる。うわー炭になっちゃってる、一緒に来た警官二人ともいなくなっちまった。いやでもなんか今の面白かったな。